流行語大賞もあるでしょ、あれ、はい、年末に、はい、あれでもちょっと今あったかいんだからと、うん、ラッスンゴーレライがちょっとスタート早いから、うん、早いですね、確かにね、ちょっと年末までにはちょっとね前期だったねって言われる可能性が高いから、はいはいはい、後期の方が強いでしょ、まあ、大体後期の方が強いから、そうです、ね、後期に向けてやっぱ僕らはちょっと流行語つくっていかないと、作っていかないといけないの、うーん、あるよね、まあまあそうですよね、そっちの方がいいね、うん、でなんかもうあれだね、本当に流行ってるもう定着してる言葉が取らないね、なんかな、若いやつらすぐディスるディスるとか言いやがるけど、調子こいて、はい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 、あんなのもう定着してるもんね、本当はもうあんなもんの方がダメよダメダメなんていうよりはあっちの方が普通に定着してるでしょ、そうね、ダメよダメダメもう使うついないからね確かに、でもディスらもう定着してますからね、うん、で流行語にならなかったですね、なりもしないですね、もうなんか当然みたいなっていうの、だからやっぱちょっとやっぱりあれでしょう、使っ流行らせたいぞっていう雰囲気出さないとダメってことだよ ね、 ダメだったね、あれね、うん、だからやっぱり安田さん家賃家賃ゴレライも狙えるんじゃない家賃ゴレライ家賃ゴレライ家賃ゴレライ取れんじゃない、家賃ゴレライいけるかな、家賃しょうがない、家賃しょうがないって、うん、家賃払いたくない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 ちょっと待ってちょっと待って借り主さんちょっと待ってちょっと待って大家さん、大家さんかお金払いたくない家賃払いたくないよ何もうリズムを無視や途中から払いたくないんだから混ざっちゃったよ混ざっちゃったよ2つやっちゃってんじゃん流行してるやつやっちゃったやっちゃったやっちゃった